1万種類を超え、今なお増え続けている遊戯王カード。環境で活躍するもの、強すぎて禁止になったもの、様々なカードが存在する中で、使い道がわからないクソカードと呼ばれるカードたちがいる。ここはクソカード診療所。クソカードの病状を解明しながら、なんとか使い道を考える。そんな場所である。本日の患者を紹介するぞ。どうぞ。エクゾディアネクロスくん。2002年発売のガーディアンの力で登場した初のエクゾディアの派生モンスターだ。後に多くの派生カードが登場することになるが、エクゾディアが正式にカテゴリーになったのはエクゾディアネクロスの登場から13年後のミレニアムボックスゴールドエディションであるため、かなり時代を先取った古参のカードと言える。遊戯王のアニメオリジナルのノア編でカイバ VS カイバの父ゴーサブローの一戦でゴーサブローが使用しており、カード名がサブタイトルになるなど重要なポジションを担ったカードである。では早速効果を見ていこう。このカードは通常召喚できない。エクゾディアとの契約の効果でのみ特殊召喚できる。このカードは戦闘およびマジックトラップカードの効果では破壊されない。自分スタンバイフェーズに発動する。このカードの攻撃力は500アップする。自分の墓地に封印されしエクゾディア、封印されし者の右腕、封印されし者の左腕、封印されし者の右足、封印されし者の左足のいずれかが存在しない場合に、このカードは破壊される。なるほど。これは重傷だな。通常召喚できず、エクゾディアとの契約という専用の魔法カードを使うことで、初めて特殊召喚できるモンスターで、この時点で2枚のカードを手札に要求するため十分重篤とも言えるが、なんとこの魔法カードの方にも発動条件が設定されており、自分の墓地に全てのエクゾディアパーツが揃っていないと発動することができないので、手札に指定のカード2枚と墓地に制限カードであるエクゾディアパーツ5種類を1ターンで揃えるのはもはや不可能と言っていいレベルで、これならばドローソースを大量に積み込んでエクゾディアを揃えて特殊勝利を狙った方が早いとさえ言える。専用の魔法カードを用意するのではなく、モンスターに直接召喚条件として記載しておくか、専用魔法で墓地やデッキから特殊召喚できるようにして欲しかったものだが、アニメではエクゾディアとの契約は儀式魔法であったため、そちらを再現しようとした結果なのだろうが、カード化の際には通常魔法になったため儀式サポートを受けられない点も使いにくさに拍車をかけている。戦闘破壊やマジックトラップによる破壊に対して耐性がある点は優秀だが、モンスターでの除去が主流となっている現代においてはモンスター効果に全く耐性がないのは心もとない。攻撃力が500アップする効果は数値こそそれなりに優秀であるが、タイミングが自分スタンバイフェーズごととあまりにも遅く、戦闘を行った後に攻撃力を1000ポイントアップというアニメ版の効果から大きく弱体化している。厳しい召喚条件を満たして召喚した割にはメリットとなる効果はこの中途半端な耐性と微妙な打点アップのみで、さらに前提として墓地へ送っていたエクゾディアパーツが1枚でも墓地から離れてしまうと一瞬で自壊してしまうという非常に割に合わないモンスターと言えるだろう。余談だが、アニメでこのカードを使用したゴーサブロー曰く、このエクゾディアネクロスは墓地に眠るエクゾディアパーツごとに効果が付与されており、 OCG で実装された際にはモンスター効果に耐性がなくなっているため、アニメと比較すると左腕がない状態の性能になっている。アニメではカイバがソウルクラッシュによって墓地のエクゾディアパーツを全て除外したことで全ての効果が失われ、攻撃力の上昇もリセットされたが次回効果はなかった。現代であれば墓地のエクゾディアパーツの種類に応じて効果を獲得するといったテキストになっていたかもしれないが、登場したのが20年以上前なのもあり、文字数の問題などもあってやむを得ず次回効果で再現したのかもしれないな。総じて召喚難易度が高すぎる、微妙な耐性と自害効果、火力上昇が遅いと致命的な欠陥を抱えたエクゾディアネクロスだが、モンスター効果にさえ対処できれば突破の難しい無敵のモンスターと言えなくもないため、打点アップを活かせる長期戦を視野に入れつつ戦えるデッキを考えていきたい。基本的には先行で召喚を狙いつつ
発、召喚できなかった場合も、ある程度妨害を構えながら、エクゾディアネクロス降臨の準備を整えられる治療が理想的だ。大前提として、エクゾディアネクロス本体と召喚に必要なエクゾディアの契約をいかにして手札に引き込むかだが、こちらに関しては、エクゾディアのサポートカードである、エクゾードフレームでどちらか一方を間接的にサーチすることが可能だ。エクゾードフレームは、デッキのエクゾディア関連カードをコストに、毎ターン場のモンスターをバウンスできるため、妨害として非常に優秀で、フィールドから墓地へ送られた際に、墓地のエクゾディアカードを回収できるため、サイクロンなどで破壊するか、マジシャンズソウルズのドローコストにすることで、墓地へ送っていたエクゾディアカードを手札に加えることができる。問題は、いかにしてエクゾディアの契約の発動条件である、エクゾディアパーツ5枚を墓地に揃えるかだが、エクゾードフレームで1枚ずつ地道に墓地へ送るのでは、かなりのターン数が必要となってしまうため、現実的ではない。時間差でデッキ融合が可能な、未来融合フューチャーフュージョンを使えば、魔法使い族モンスター5体を素材とする、クインテッドマジシャンが存在するため、一気にエクゾディアパーツをすべて墓地に送ることが可能だが、こちらも墓地へ送れるタイミングが非常に遅く、永続魔法であるためサーチも難しい。そこで採用したい第一の特効薬が宝刀儀式術だ。宝刀儀式術は手札の儀式モンスターを儀式召喚する際、デッキの通常モンスターを素材にできる儀式魔法で、墓地に大量の通常モンスターが必要だったスピリット・オブ・ファラオの治療でも活躍したカードだが、今回もエクゾディア本体以外が通常モンスターであるため、手札にレベル4の儀式モンスターがいれば、一気にデッキから4種類のエクゾディアパーツを墓地へ送ることが可能だ。残るエクゾディア本体はエクゾードフレームで墓地に送ることもできるが、儀式を採用したことである程度デッキの幅が絞られたため、できれば、高等儀式術をサーチする展開の途中で、能動的にエクゾディア本体を墓地へ送れるプランも考えていきたい。高等儀式術は、デクレアラーディバイナーの召喚時効果で、エクストラデッキのアークデクレアラーを墓地へ送ることで容易にサーチでき、デクレアラーディバイナーは、サイバーエンジェル弁天をリリースした場合の効果でサーチできるため、儀式ギミックを取り入れるのであれば、採用筆頭候補となる。さらに、この2枚を採用することで、残り1枚のエクゾディア本体を墓地へ送るための第2の特効薬もおのずと見えてきて、それが永遠の宿女ベアトリーチで、永遠の宿女ベアトリーチは、レベル6モンスター2体を素材に召喚できる、ランク6のエクシーズモンスターで、フリーチェーンでデッキから任意のカードを墓地へ送ることができる、強力なモンスターで、デクレアラーディバイナーの効果で、アークデクレアラーを墓地へ送った後、ディバイナーのレベルが墓地へ送ったモンスターのレベル分アップし、6となるため、レベル6モンスターをあと1体場に出せば、ベアトリーチにつなげることが可能だ。ベアトリーチの素材となるレベル6の儀式モンスターを、弁天をリリースすることで儀式召喚し、弁天の効果で手札に加えたディバイナーを召喚し、アークデクレアラーを墓地へ送ることで、宝刀儀式術をサーチ。さらに、場のレベル6の儀式モンスターと、レベル6になったディバイナーで、ベアトリーチェをエクシーズ召喚することで、宝刀儀式術をサーチしながら、エクゾディア本体も墓地に送るというのが理想的な展開だ。問題は、このレベル6の儀式モンスターと、宝刀儀式術で召喚する儀式モンスターをどうするかだが、サイバーエンジェル弁天に加えて、儀式モンスター、儀式魔法の両方が必要となると、事故率が非常に高く、できれば最近登場した王姫の未完子のように、自身の効果で自身を召喚するための儀式魔法を持ってこれるのが望ましい。加えて、エクゾディアパーツを初手で素引きするケースも想定すると、状況によって儀式召喚するモンスターをレベル4からレベル3に切り替えられるとより理想的だ。レベル6の儀式モンスターを1枚から展開でき、なおかつ、高等儀式術で召喚するレベル4の儀式モンスターが存在し、さらに、素引きケアのために、レベル3の儀式モンスターも無理なく採用できる儀式テーマ。そんな都合のいいテーマは存在しないかのように思えるが、実は、エクゾディアネクロス自身がすでにヒントを示してくれていた。そう、それはネクロスだ。ネクロスは遊戯王9期で活躍した儀式テーマで、
すべての儀式モンスターが魔法カードのように手札から発動する効果を持っており、これによってサーチやサルベージを行い、少ない枚数から儀式展開を行えるため、儀式モンスターと儀式魔法の両方がないと展開できないという、当時の儀式召喚の常識を覆した画期的なテーマで、儀式モンスターはそれぞれエクストラデッキのモンスターに対して強力な除去効果や制圧効果を持っており、特にユニコールのネクロスかクラウソラスのネクロスを高等儀式術で儀式召喚できれば、エクゾディアネクロスの弱点であるモンスターによる除去に対処できるという点で抜群の相性と言える。レベル6のブリューナクのネクロスを手札から捨てることでクラウソラスのネクロスを手札に加え、クラウソラスのネクロスを墓地へ送ることでネクロスの反魂術をサーチすれば、あっという間に儀式召喚の準備を整えることができる。サイバーエンジェル弁天を素材に墓地のブリューナクを儀式召喚すれば、そこからデクレーラーディバイナーのサーチへとつながり、先ほどの高等儀式術とベアトリーチェにつながる理想的な展開を実現することができる。高等儀式術で召喚するレベル4の儀式モンスターに関しては素引きが必要になるため、実質3枚初動となるが、クラウソラスが引けている場合はブリューナクのサーチ効果をユニコールに回すことができ、エクゾディアパーツを素引きしている場合はユニコールの代わりに2枚目のクラウソラスをサーチするなど柔軟な対応が可能で、さらにこれらの儀式モンスターは全て儀式の準備からサーチできるため見かけ以上に安定した初動と言える。ユニコールのネクロスを召喚する場合ベアトリーチェの効果も無効にされてしまうため、先にベアトリーチェを召喚してエクゾディアを墓地へ送っておく必要がある点には注意が必要で、エクゾードフレームが引けている場合は相手ターンにベアトリーチェの効果を発動し、それに対してエクゾードフレームのバウンス効果をチェーンすることで効果処理時にベアトリーチェをフィールドからどかし強引に墓地送りを狙うことも可能で、この効果でギャラクシーサイクロンを墓地へ送っておけば次の自分のターンに場のエクゾードフレームを破壊し、バウンスのコストとして墓地へ送っていたエクゾディアネクロスかエクゾディアとの契約のどちらかをサルベージするという画期的なコンボが成立する。受けの広い3枚初動とベアトリーチェエクゾードフレームのコンボにより、一見不可能に思われたエクゾディアネクロスの召喚も 1,2 ターンのうちに十分実現可能になったと言えるだろう。召喚難易度が高すぎる、微妙な耐性と次回効果、火力上昇が遅いと絶望的な症状を抱えていたエクゾディアネクロスだが、登場から10年以上後に実装された強化カードエクゾードフレームに加え、偶然にも同じ名を冠する儀式テーマネクロスによってキーカードとなる高等儀式術や永遠の宿女ベアトリーチェにアクセスできるようになり、短いターン数では発動不可能と思われたエクゾディアとの契約の発動を積極的に狙うことが可能となった。さらにネクロス儀式モンスターの強力な制圧効果により弱点であったモンスター効果も対策できるようになったため、エクゾディアネクロスは正真正銘突破不可能な無敵のモンスターと化し、さらにエクゾードフレームやネクロス儀式モンスターを駆使して持久戦に持ち込むことで毎ターン攻撃力を上げ続ける、まさに神にも匹敵するモンスターとして活躍できることだろう。最後にデッキレシピを紹介しよう。屋敷わらしは墓地に干渉する効果の発動を無効にできる手札誘発モンスターで、墓穴の指名者などで墓地のエクゾディアパーツを除外されるとエクゾディアネクロスが自壊してしまう弱点を対策するカードとして採用している。レベル3であるためクラウソラスのネクロスと共に彼岸の黒天使ケルビーニをリンク召喚すれば、エクゾディア本体の墓地送りを行えるだけでなく、リンク先に特殊召喚したエクゾディアネクロスの自壊を防ぐことも可能で、イーバは墓地へ送られた場合にレベル2以下の光属性天使属モンスターを手札に加えることができる。ベアトリーチェの展開の後に高等儀式術で召喚する儀式モンスターが引けていなかった場合に、ベアトリーチェの効果でイーバを墓地へ送り、デクレーラーディバイナーをサーチしておくことで次のターンに確実に儀式モンスターをサーチすることができる。強欲で貪欲な壺はデッキの上から10枚を裏側で除外することでカードを2枚ドローできる強力なドローソースで、エクゾディアパーツを墓地へ送った後で発動し、エクゾディアネクロスやエクゾードフレームを引きに行くことができる。
セイクリッドトレミスメシエセブンはベアトリーチェと同じランク6のエクシーズモンスターで、1ターンに1度墓地のモンスターを手札に加えることができる。エクゾディアパーツを複数枚素引きした場合は高等儀式術が打てなくなり、一見どうしようもないが、逆にエクゾディアを揃えるチャンスとも言えるため、エクゾードフレームなどで墓地へ送りつつ、セイクリッドトレミスメシエセブンのサルベージ効果で特殊勝利を狙うのもいいだろう。クソカード診療所は常に患者を募集している。治療が必要なカードがあればコメントしてくれると、より多くの患者を救えるから助かるぞ。というわけで本日の診察は以上で。世の中には治療を待ち望んでいるクソカードたちがたくさん存在している。1万種類を超えるカードの組み合わせとデュエリストのひらめきによって多くのカードを救うため、クソカード診療所は今日も患者に向き合い続けるのだ。